西宮の伝統芸能恵比寿かきを継承し、地域愛を育もうと、西宮浜脇のふるさとづくり実行委員会、市と西宮市文化振興財団の3社が2009年から開いています。室町時代ごろ、西宮神社周辺には恵比寿かきと呼ばれる傀儡師が住んでおり、傀儡師の人形繰りが人形浄瑠璃や文楽に発展したことから、西宮は人形芝居のふるさとと呼ばれています。明治時代を最後に一度は途絶えた恵比寿かきですが、2006年に結成された人形芝居恵比寿座によって復活し、地域の文化遺産として次世代への継承に取り組んでいます。恵比寿かき復活に尽力し、恵比寿座の座長を務めていた竹地秀美さんは今年5月に他界され、主催の3社は竹地さんの意思を引き継ぎイベントを続けています。人形芝居恵比寿座は保存していた竹地さんの声とともに恵比寿舞を披露しました。人形浄瑠璃のルーツに触れる機会として、2011年から浜脇中学校の生徒会が出演し続けている演目、人形芝居西宮恵比寿舞です。恵比寿舞は恵比寿様が酔っ払いながら鯛を釣り上げる縁起のいい物語で、生徒会は西宮恵比寿舞研究会の指導のもと3週間特訓を積んで演目に挑みました。自分はずっと部活で小太鼓やってまして、それで太鼓をやりたいと思って太鼓やったんですけど、やっぱり叩き方とかその音の大きさだったり速さだったり全然違うので、そこの少しの違いによって場面が大きく変わったりとかするので、そこの調整に結構苦戦しました。なかなか練習の時間取れなくて、非常に短い練習期間ではあったんですけど、全員で協力してここまで持ってこれたのですごい嬉しいなって思ってます。77期生徒会の9人のみんなで西宮の伝統芸をできて、非常に嬉しくて、誇りに思っています。続いて恵比寿座人形芝居館で開催したワークショップをきっかけに交流が始まった南淡路市立南壇中学校郷土芸能部が淡路人形浄瑠璃を披露しました。郷土芸能部は嫉妬で取り乱す姫が常年から大蛇に化けて日高川を渡る物語を演じました。こういうことを今まで続けてきてくれてるのを今続けていきたいなって思っています。1年生の時から毎回出させていただいて、いろんな人たちの伝統を受け継いでいる姿を見て、もっとこの伝統を受け継いでいけるように日々練習を頑張りたいなって思いました。また後継者不足により途絶えていた西宮神社の若恵比寿獅子舞を2018年、およそ50年ぶりに復活させた県立西宮高校工学部が獅子舞と和太鼓を披露しました。もうみんなの思いはね、やっぱりこの自分たちでこう作ってきたね、やっぱりこのイベントをね、浜口小学校の生徒たちとね、一緒になって恵比寿舞を演じるというね、そういうのをもう大事に育てていきたいなという感じなんですよね。せっかく竹さんがね、これを築き上げたものはね、やっぱりなくしたくないので、やっぱり彼女のね、思いをね、意思を継いで、これからもね、地域のみんなに喜ばれる催しを作り上げていきたいと思ってます。最後に、蓬莱屋玉之助さんが伝統芸能、大神楽曲芸を披露しました。よいしょ。せっかくなんで小金回しましょう。竹地さんの思いを大切にし、これからも伝統芸能の継承に力を尽くしていくということです。